ノーサンブリア王国は、アングロサクソン人が築いた名の王国のうち最北、現在のノーサンバランドにあった、アングル人の王国である。王国の範囲は、現在の行政区で言えば、ノースイーストイングランド、ヨークシャーザ・ハンバー、カンブリアを含むノースウェストイングランド、そして、スコティッシュボーダーズまでの範囲にわたる。ノーサンブリアとは、ハンバーガーより、北の地方のことであり、 ハンバー以南の地方はサウサンブリアと呼ばれた。ノーサンブリアにはデーラ王国、バーニシア王国という二つの王国が並存していた。これらは時に対立し、時に統一されてノーサンブリア王国という一つの国になり、そしてまた分裂するということを繰り返した。二つの王家の伝説的な祖先がオーディンの創生の息子、ベルデーグとウェグデーグとされているところからも、これらが 元は同じ部族であったことが推察される。ノーサンブリアに侵入したアングロサクソン人の一派のうち半分は南で止まってデーラ王国を築き、もう半分はさらに北へ進んでバーニシア王国を建てた。593年に即位したバーニシア王アゼルブリスは周囲のブリトン人諸国を次々に制圧した後、604年五郎には隣国デーラを侵略。 デーラ王子エドウィンは亡命を余儀なくされる。615年頃、チスターの戦いで、アゼルブリスは、ポーイス王国、グーインネッツ王国、マーシアを破った。エドウィンは、イーストアングリアのオーレドワルドの助力を得て、616年アイドルが下半の戦いでアゼルブリスを破った。アゼルブリスの息子たちは、北方スコットランドへ亡命した。その後しばらくして、 エドウィンは627年にキリスト教に改修。ノーサンブリアを平和のうちに統治、マンジマ・ウェールズ北部のグーイネッツ王国にまで遠征。後年アングロサクソン社会のブレトワルダとして記憶されることとなる。しかし、632年にマーシアのペンダに敗れて戦死する。エドウィンの廃止後、ノーサンブリア王国はバーニシア王国とデーラ王国に分裂。 バーニシア王国はアゼルブリスの息子インフリスが、デーラ王国はエドウィンのいとこであるオスリッチが治める。そしてバーニシア王国ではエアンフリッドが暗殺され、兄弟であるオスワルドが権力を握った。オスワルドはノーサンブリアの領域を着実に拡大。スコットランドのストラスクライドまで拡大する。また、アイオワ島より聖鋭団を招聘。 ケルト系キリスト教を再び普及、そしてリンディスファーン島に修道院を建立することとなった。対外的にはマーシアとの戦争を続行。しかしオスワルドはペンダーに敗れ戦死した。エドウィンの子オスウィンがデーラを継ぎ、アゼルブリスの子にしてオスワルドの弟であるオスウィがバーニシアを継いだ。両国の争いは再び繰り返されることとなる。オスウィンは デーラの平等を目論んで、オスウィンを殺害し、その姉妹のエアンフレドを引とした。彼の時代の655年、ついにマーシアのペンダを破り、一時期は国力を回復。この功績により、ブレトワルダとして記憶されることとなる。しかし、670年にオスウィンが没しエアンフレドとの子、エグブリスが後を継いだ後、七十九年のトレント川の戦いで、 またしてもマーシアに敗北、以降のサンブリア王国は衰え、加えて、ノルウェーより来襲したバイキングにより支配されていくが、954年にエリックが退位させられ、ウェセックス王国に併合されたことで消滅した。ノーサンブリアはその黄金期において、イギリスにとって宗教の普及や拡散における重要な中心地となった。まず当時ケルト教会に属するアイオナ島より、 アイルランド人の修道像がノーサンブリアに来訪、そしてこの地に修道院が根付くようになる。635年ノーサンブリア東岸のリンディスファーン島にアイオナ島より聖英団が来訪。リンディスファーンは一大修道院となり、後世ウィルフリットやセイクスベルトのような人材を輩出した。また、ノーサンブリア貴族であったベネディクト・ビスコップはローマを訪問、後に ケント王国にあるカンタベリーの修道院長となった。さらに彼は、モンクーエアマウスジャロー修道院を建設。この修道院はダブルモナステリー男性と女性の修道士が同じ場所で礼拝を行う修道院で当時は、このような形態が多かったとなっており、このように今まで、ケルト系教会の影響を受けていたノーサンブリア王国が直接、 ローマ教会の影響力も加わることとなった。またこの修道院では、後世チェオルフリスやベーダのような人材を世に出している。ノーサンブリアはまた、ブリテン島の美術の中心地として、重要な役割を演じ、アングロサクソン、ケルト、ピクト、ビザンティンなどの美術要素を組み合わせた文化を作り上げた。有名な美術作品としては、リンディスファーンの福音書、セイクスベルトの福音書、 アングロサクソン様式に装飾された十字架である、ラスウェル十字や、ビューカースル十字、またこれは、アイオナ島で作られたものとされるが、ケルズの書が挙げられる。664年のウィットビー教会会議の後、ノーサンブリア王国は、今まで影響下であった、ケルト系キリスト教に代わり、正式に、ローマカトリック教会の参加となった。しかしその後も、ケルト系キリスト教の影響は続いており、 その傾向は、リンディスファーンの福音書にも見られる。またモンクウェアマウスジャロー修道院ではベーダが731年にイングランド教会書を考慮。この書の内容の多くは、ノーサンブリアに関する著述で示されている。しかし8世紀になると、バイキングが侵略を始め、リンディスファーン修道院はバイキングによって731年略奪を受けてしまう。バイキングの侵略は、 アングロサクソン文化を阻み、その後もイスビー十字に見られる優れた美術作品を算出するものの、それまで文化の中心地として担っていたノーサンブリアはその役割を終えた。現在でもノーサンブリア特有のタータンチェックが存在しており、古くからのタータン模様につながるものとされる。例えばフォルカークで見受けられるタータン様式は、ローマ時代のユトランド地方のものと似ている。 現在のタータンは白と黒の太線の交差ではあるが、古来のタータンは脱色していないウール地で黄色っぽい、白、それにダークグレー、青、緑いし、茶色の色とりどりの線で交差したものである。この文様はボーダードラブとも呼ばれ、遠くからではタータンチェックの模様がカモフラージュ効果を生み出し、狩猟などに適したものとなるらしい。数字はザイーネン、ありがとうございます。